これはすごく私もやっぱりいいと思います。美容液の効果を最大限に発揮するし、メイク前とかやるとやっぱ肌にパンとした張りが生まれますね。はい、皆さんこんばんは、レイティノールの杉山です。今日はですね、皆さんからのリクエストもとても多い家庭用のね、美顔器についてちょっとお話ししたいなって思います。5月にビッグサイトでビューティーワールドっていうのがあるんだけど、毎年行ってるんですけれども、市場調査にね、いい美顔器ないかなって思って見て回りました。サロン用の大きなマシンとかっていうのはご自宅では取り入れられないと思うから、サロンに行かないまでも家でやるお手入れのちょっと上級バージョンっていう、サロンとご自宅ケアの真ん中辺を行くような手軽で効果的な美顔器って結構皆さんね探してらっしゃる。私も実は美顔器結構好きで、いろいろ買ってみたりしてるんですね。筋トレマシーンとか、毛穴をきれいにする電気のブラシがついたのとか、イオン導入みたいなのの上級バージョンとか、電気針ブラシとかね、いろいろ今までも持っています。ここ15年ぐらいちょいちょい試してみて、何が一番結果的良かったかなっていうと、やっぱりね、美容液をね、効果的に機械の力を借りて浸透させるマシンがやっぱりいいのではと思います。ただ塗るだけよりも、さらにね、深いところまで機械の力で入っていくっていうね、そういう美顔器がありますよね。それがやっぱ一番いいかなっていうふうに思います。単純に毛穴のね、汚れを飛ばすものとかもいいはいいんですよ。でも肌をきれいにするものっていうのは、クレンジングや洗顔でも結構できるんですよね。手で美容液を浸透させるっていうのは難しいじゃない。美容液とか化粧品ってね、塗っただけでは深いところまで浸透していかないものなのでね。市場に出せてるというか、芸能人の方とかモデルさんとかでもすごい愛用してる、多分皆さん一回も見たことあると思うんじゃないかなと思うんですけど、こういったような機械、美容液を深く浸透させるだけじゃなく、複合機になってるんですよ。何が複合になってるかっていうと、まずですね、電源を入れるとね、ライトがついたりしますよね。ピカピカ鳴ったりとか、赤色、黄色、青、ライトがただ光ってるだけじゃなくって、色でもって肌に浸透する時の深度が違うんですよ。それを利用したフォトレーションっていう効果ですね。あとはエレクトロポレーションといって、日本語で言うと電気先行法っていうんですけど、お肌のバリア機能っていうのがあって、電気の力で揺さぶりをかけて隙間ができた中に美容液が浸透しやすくなる。ただのイオン導入でも塗るだけよりはすごいんですけど、7倍から20倍ぐらいの浸透の力があるって言われてるエレクトロポレーションっていう、これが2つ目ですね。3つ目はラジオ波 RF と言いますね。高周波の一種なんですけど、じんわりとした熱が皮膚内に生まれます。この表面が熱いんではなくて、ラジオ波っていう波長を通すと皮膚の中にジュール熱で熱が生まれるんですね。熱の作用でもってコラーゲンとかを生成させて、リフトアップ感、ふっくらした感じ、そういうのを生み出す。もちろん微弱ですよ。エステサロンとか美容外科さんとかで使ってるような何百万も何千万もするような機械のラジオ波の出力はすごいです。麻酔かけてやらなきゃいけないぐらいのすごい出力を出しますけど、家庭用ですから、こんわりとじんわりと暖かくなる程度のマイルドな感じね。それでもやっぱりラジオ波の恩恵っていうものはこれで得ることができる。4つ目は EMS って言って、電気のね、低周波中周波って言われてるものです。筋肉を捉えてピク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 とこう筋肉に刺激を与えて筋トレをさせるんです。筋肉を動かすことによって血流を促したり、インパの流れを促したりしますよね。そういうものを機械の力ですることができるんですね。ちょっとやってみましょうね。分かりやすいところで言えば、必ず美容液を使うんですけれども、こういうところに美容液塗りますよね。そしてスイッチ入れまして、こう見てください。黙ってても目が閉じますよね。ピクピクって目を自分で閉じてるんではなくて、 EMS の力が働いて穏やかに筋肉に刺激を与えてるんですね。目の周りも眼球までやったらダメですけど、この辺はじんわりと筋トレができるんですね。首筋とかもすごいなりますよ。こういうとことかやるともうビクビク動いてるの分かるかな、人には見えないかな。すごい筋肉運動がされてる感じです。今ビリビリきてます。あっ、部分的によっても肩が勝手に上がっちゃうぐらいの結構な
刺激が来るんですね。美容液を浸透させながらゆっくりと温熱を加えて、そしてライトセラピーでもって、赤色のライトは何かっていうとね、一番深いところまで到達するんですね。エイジングケアに適してますね、赤色。次にこの黄色、黄色色出てますね。黄色は赤色よりももう少し浅いところ、要するに肌の表面に近いところ、美白ケアに向いてるって言われています。この色は美白に向いている美容液と一緒に美白ケアを黄色色でやると効果的。青色は一番表層部にしか効かないんですね。鎮静に向いてるって言われています。お肌の赤みを沈めたい時とか、刺激は避けた方がいいので、レベルを軽くした方がいいですね。筋肉運動でビクビクさせない程度に、優しく青色のライトでもって鎮静効果があるような、トラネキサム酸だったりとかクレチルリチン酸なんかが入った美容液なんかを使いながらね、お肌の表面の鎮静をかけることができますね。でね、面白いことにね、ピカピカなるやつがあるんですよ。例えば育毛剤なんかをお手持ちのものを使って頭皮をこういう風にじんわりと浸透させていく。頭皮は体感的にはそんなに気持ちよくない、筋肉がないところだから筋肉動かないです。頭皮は浸透させるだけです。育毛剤なんかをこういう風に浸透させていく、こういう使い方もできます。エレクトロポレーションの持っている浸透させる力、ラジオ波の持っているジュール熱を発生させてコラーゲンを生成させる力、 EMS の電気の力でね、筋肉運動をさせる力、ライトセラピー、フォトレーションって言うんですけど、色の持っている力を利用して美容液を効果的に浸透させていくっていう4つの複合機っていうね、そういう機械がたくさん出ています。値段も結構5万円台から高いものだと12、3万から15万円ぐらいまでの幅でありました。形状も結構まちまちだったり、もっと黒くてごつくて斬新だったり、この先っぽのね点々ところあるじゃないですか、この先っぽも平たかったり少し丸かったり、ブラシのようになってたり、いろいろなものがあります。ブラシのようになってるとより頭皮に細かく効くんじゃないかな。ここが平たいとより肌に密着するっていうのもありますね。ただね、私が持ってた中で EMS の刺激が強すぎるっていう機会もありました。あんまりね、刺激が強いと乾パンとかね、良くないですね。あんまり刺激を与えるとビリビリとした刺激っていうのはほどほどがいいと思います。浸透させる力っていうのはまあ大体同じぐらいだと思う。ライトの力も皆さん同じような感じ、各社揃っていろいろな形状になったりとか特色はあるんですけど、大体エレクトロポレーションって今複合になっています。一番最初にこういうの出したのがミスアリーボーさんかな、ものすごく売れたんですよね。今でも12万から15万ぐらいするのかな、今でも人気ですね。それで同じような機械が出てます。芸能人の方とかもね、私も必ず持ってますとかって言ってメイク前にやってたりしますよね。これはすごく私もやっぱりいいと思います。美容液の効果を最大限に発揮するし、メイク前とかやるとやっぱ肌にパンとした張りが生まれますね。一つ絶対気をつけていただきたいのは、オイルがダメなんですね。オイルのものを使っちゃうと横に走ってしまって体感がまずあまりしないっていうことと、壊れやすくなる。オイルはとても不向きです。あとエレクトロポレーションって何でも浸透させるんですね。深いところに引き込む力があります。肌の上に塗るだけならまだしも、あんまり心よしとしない成分ってありますよね。化学的な合成界面活性剤だったりとか、石油系の合成化合物だったり、エタノール的なもの、保存料だったり酸化防止剤だったり入ってる美容液っていっぱいありますよね。顔に塗るのもね、私は好きじゃないです。100歩譲って全部肌の中に入っていくわけじゃないから良しとしても、ポレーションの時はダメです。これの時は機械が推奨しているところの美容液を使うか、もしくはおすすめできる美容液あるんですよ。ドクターリサラさんの美容液っていうのはオイルも入ってないし、化学的なその合成の石油系のもの入ってないので、エレクトロポレーションを使う時の美容液としてはすごく相性がいいと思う。それだけ気をつけてください。あとはね、毎日毎日ねひたすらねレベル4でやり続けるとオーバートリートメントになっちゃうから、そういうの気をつけてください。3日に1回ぐらいで優しいレベルから始めていって、自分の合った美容液、合ったライトテラピー、フォトレーションを使ってやっていくとすごくいいかなっていうふうに思います。お手入れの楽しみが広がるものでもありますので、これ別に案件とかっていうわけじゃないんですけど、これはお値段も手頃だしいいなって思って皆さんにおすすめできるなって思ったものがあります。概要欄に貼っておきますので、それもちょっと参考にしてみてください。はい、というわけでエレクトロポレーションっていう機械、皆さんのお手入れの幅を一歩上に上げてくれるいいアイテムかなっていうふうに思います。ぜひ参考になさってみてくださいね。はい、というわけで
で今日はこの辺で、いいねと思ってくださった方はいいねのグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では皆さん、また次回お会いいたしましょう。失礼します。皆さん、レイテノールの公式 LINE はご存知ですか？毎月開催のとってもお得なキャンペーンやイベント情報、美肌の知識満載のコラムを配信しています。そしてレイテノールオリジナルクレンジングの最新情報も LINE が一番早くお届けできます。お友達追加は概要欄のリンクからお待ちしています。ところで皆さん、インスタってやってますか？インスタライブや質問コーナーで皆さんと近くでおしゃべりしている気持ちになれて、私の密かな楽しみなんです。 YouTube には上げてないこともたくさん載せているので、ぜひ覗きに来てください。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。